の名前もじゃ牛さんおんぶした。皆様こんにちは。今日もドギーボックスで楽しく遊んでいる様子や入っている内容のご紹介をさせていただきます。じゃあまりもちゃん、ドギーボックス開けてみようか。うわあ、今月も可愛いのがいっぱい入ってるね、まりもちゃん。5月のテーマはミルク買うランチ。ほのぼのとした巻き場のような雰囲気漂ういろんな詰め合わせとなっております。こちらはとっても可愛い牛さんのぬいぐるみのおもちゃでございます。お腹を押すと音が鳴ります。そしてこちらは牛乳瓶のおもちゃです。こうして線を引くと中からミルクが出てくるように紐が出てきます。線を押すと音が鳴ります。さあ、納豆だて、納豆だよ。はい、どうぞ。なんでバジャムするのかな。下にするのかな。バレンはいけるけどか、噛めるかな。噛んだ噛んだ。じゃあまずよ、あ、これはいいです。はい、どうぞ。
あ、ちっぽ、まるちゃん、これくる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 そして今回のスキンケアはこれからの季節にとっても嬉しい虫除けスプレー、虫の寄りつかないニームの木から抽出したオイルで作られた舐めても安心の虫除けスプレーです。お散歩前にワンちゃんの体全体にまんべんなくスプレーしてなじませてください。Thank you.